あるのかなって。だから強引に遊びに誘うかどうかって話になるわけね。私が忙しすぎたからかな。こう、早く大人になろうとしてるっていうか、先にはわがままな子供の時間をもう少しあげたかったな。ゆうたくん、一つお願いがあるの。多少強引でもいいから、先には適度に息抜きさせてあげてほしいの。はい。あ、でも嫌われるかもしれませんけど。大丈夫。その時は、先の大好物を教えてあげる。それで機嫌直してくれるんですかね。そりゃあもう。